そして大義は我らにある。恐れるな、胸を張れ。いざ進軍開始。この艦を落とし、頭角を打つ。まずは水艦を抜くのだ。 足をも震えさせるほどに戦ぶ。まだ衝動は届かねえのか。腹が減って力が出ねえよ。道路が届いておらぬようだな。現実が手配することになっていたはずだが。
見事であった。私もお前の働きに習うとしよう。
決まっていけねえ。
そう、花崗園らの攻勢を受け、洛陽を追われた董卓。彼は新たな都長安で呂布の裏切りに遭い、誅殺された。天下は一時平穏を取り戻すが、支配者を失い再び揺れ動く。
世を治める英雄は伊豆湖にありや。東軍の大使となった曹操も未だ群雄の一人に過ぎなかった。そんな中、黄巾の残党が各地で息を吹き返す。ついには青州から流れた黄巾兵が遠州の志士を殺害するに至る。 盗賊との戦で名を上げた曹操は要請を受け遠州に向かった。てめえら、ここは俺らの縄張りだ。何してやがる。虎狩りだ。 追いかけられてんだ。ケニ、別に傷してやる。あいつらだ。いいか、必ず痛めつけろよ。てけ、一般の恩があるとはいえ、守りがいのねえやつ。 敵は黄巾の残党、名だたる将はおりません。ですが兵の数、その盛況さ侮りがたいか。虎狩りに出ていたら虎以上の大物にあった。モード、お前の守り役にどうだ。 腕と心意気は保証する。よかろう、わしの親衛隊とする。わしをいきなり親衛隊に？いいんですか。カコートンの推挙に間違いはあるまい。むちゃくちゃな大将だ。 そういう時は器ができってんだよ。